こんにちは。9月17日週刊仮想通貨ニュース3つ目です。今回ですね、まあ、たまにやりますこのコーナー、今注目のアルトコインをやってみましょう。なくなったかと思った、うん、月2回ぐらいやろうかなと思って前回ね、はい、ちょっと紹介したやつの、あとどうなったかっていうのもちょっと見ときたいと思いますしね、はいはい、まあ、今回ねイーサリアムなんですよ、言ってたように、イーサリアムに注目なんですけれども、ちょっと振り返っておきましょう。これが 0x ですね。はいはいはい、0x はですね、この23日に撮影したんですけれども、その後ギュイーンと伸びてですね、0.2 まで行きました。ほう、はい、でそこからですね、まあ、ドーンと落ちていったという感じですね、で下落の一途、9月30日までにはあのバージョン 3.0 になるっていうことなんですけれども、これがね8月の31日に放送やったんですよ、撮った動画が公開されたのでね、はい、そこで見た人はもしロング入ってたらちょっといけたかなみたいな、でもね、もう言うてた伸びはどうなんやろな、まああんま良くなかったと思いますね。それ勝ちをしてたら負けてるしね、多分ね。なんでちょっとまあ今からっていうのもね、今とりあえずねこの底値で、まあ、見たら分かりますけれども、まあ、底値では止められてるっていう状態なんですよね。なんであとまあ半月ぐらいありますから、まあ、あまりいじらん方がいいかなと思います。もう一回吹くかもしれないけど、あんまりってことだよね。みんな売り終わってんじゃない、それを期待して注目が集まると思ってやった人はバージョンアップ時点ではもう入る人はいないだろうからね、おそらく、まあ、そこにはそこになんで、この水平ライン下にロスカットを置いてロングで入るっていうのはまあ悪くはないと思いますけれども、はい、何でしたらいくら儲かったんですか。いや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 、そういう話ではございませんそういう僕が買ってたらいやらしいじゃないですか、こういうのは本当にいやらしいと思うんで。でも買わないと、じゃないですか、買わないと紹介する説得力な い、うん、違う、こういうのは良くないと思うあのだから公開された時に買うとかにしようかな。フェアじゃないじゃないですか、いやらしいじゃないですか、で、はい、次 ETC のこと見てました。あの大型のアップデートのアトランティスがありますよっていうこと言ってたんですけれども、これもね17日18日ぐらいを予定されてたんですけれども、確か、もう無事に終了しました。でそこからまあ下げてますね。この一吹きがそれだったっていうことですね。その23日の時には撮影日にはもうすでに吹き終わってたということです、はい、でそこからこの上げで終わるかもしれんけどねっていうことだったので、まあ、終わりだったんですね。これ今、まあ、あるとちょっと元気ないんで、基本的にはしょうがないかなっていうことですね、はい、まあ、こっから売り目線かどうかは分かんないですね。今本当にどっちでも取れるようなところにいて、イーサリアムも上がっていって、ETC どうなんていうような感じなんで、アップデートが済んだとこなんで、ちょっとまあよう分からんなっていう感じですね。他に連れて行ってもらえると思うんですけれども、上げやったら上げでね、はい、というところです。でイーサリアムです、今回の。ではですね、その今回の特集であるイーサリアムに入る前にですね、まだの方はぜひチャンネル登録のお願いいたします。こちらからできます。はい、お願いします。皆さんが登録していただくともすぐに20万人あっという間に突破できますので、ほんまやな、まだの方はご協力いただければと思います。本当にありがとうございます、お願いしますで、やってまいりました、デブコンでございます。おこれイーサリアムの中ではですね、まあ、世界最大のイベントですね、はい、1年に1回やるやつなんですけれども、これの開催地がなんと大阪です。大阪であるの。大阪です。今までは上海ですね、2016年11月、2017年はメキシコ、去年はチェコでやってたのが日本の大阪です。暑いね大阪、暑すぎるね。もうイーサリアムの開発者たちがたこ焼きを食べると考えるともう G20 に引き続き、そう、大阪、大阪、その次は万博。え、来へんやん万博も来るな、あほんまほんまや、大阪ですよこれは。大阪やねあのラグビーもやるんちゃう。もうこの動画公開されてる頃には開幕してますね、まあラグビーは大阪じゃないですけど、まあすごいんじゃないかなと思いますね、まあ、はい、それ大阪関係ないんですけれども、え、僕らも呼んでもらえるんですかね。なんかいや呼んでもらえるとかね、あの買わなかね、違う正式にこうちょっと大阪の YouTuber やし、あ、イーサリアムこんだけ言ってるからいやいやもうオファーないやん、ないやんぜひでも、もう売り切れてんちゃうかな。
多分チケットは。いやだから一般枠じゃなくて、あゲスト枠で。なるほどな。登壇イベント登壇のもしあったらよろしくお願いします。登壇はせえへんけど、登壇してる人取りに行きますんで。10月8日から11日まで、うん、4日間開催なんですけれども、はい、去年とかはですね、うん、これ2008年ですけれども、去年は11月の7日ぐらいまでやってたんですよ。でその直前はですね、やっぱり上がっていたと、うん、仮想通貨界がどんどん盛り下がっていってた時期に結構上げたんですよね、まあ、デブコンの影響なんじゃないかというふうに言われてます、うん、1ヶ月前ぐらいからですね、だーっと上げてったっていうのがありますんで、今年ももしかして上げるかもしれないと。なるほど。これで80ドルぐらいでデブコン終わってから落ちるんですけれども、これ BCH のいざこざですね、うん、ビットコインを思いっきり下げた時、うんうん、まあ、下げるんですけれども80ドルぐらいまでね、結局、まあ、その前に上げてたっていうことで、まあ、もしかして上げるかもしれないということで期待されております、はい、イーサリアムに注目が集まるのはまあ間違いないんじゃないかなというふうに思いますね、うんうん、ちなみに大型アップグレードのイスタンブールっていうのが上昇要因として期待されてたんですけれども、うん、予定の10月16日には全然間に合わないと、はいはい、でテストネットのアップデートを10月2日頃してメインのアップデート、うん、11月中に実施予定なんですけども、まあ、ちょっと未定という感じですね。うーん、まあ、しかし、まあ、お祭りなんで価格にも注目するに値するんじゃないかなというふうに考えてます、はい、ということですね。今も1ヶ月前も全然過ぎてますんで、あと3週間ぐらいかな、うん、なりますんで、ちょっと今上げてるからね、もうすでに、あ、はい、ちょっとロングで入りにくい感じはするんですけれども、まあ、押し目でもしかして、まあ、拾ってってもいいかなっていうふうに考えてますね、うん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 、これが放送される頃にはもう2週間前ぐらいになってるんで、そこで価格が落ち着いてたら、ロング狙ってみてもいいんじゃないかな、なるほどというふうに思いますね。200ドルっていうのはある意味節目になると思いますので、うん、こういう感じでね、下まであと1週間ぐらいで行けばですね、放送の公開の時間も考えなあかんっていうのがちょっと難しいところですけど、こうなってたらですね、うん、でこれでちょっと上昇の兆しが見えてたら、もう十分に買いに入ってもいい水準にはないかなというふうには思います、はい、ということですね。しかしなんでイスタンブールとかトルコの都市の名前つけるんですかね、イーサリアムって。好きなんちゃいます。え、どういうことですか。憧れがあるんちゃいます。どういうこと。分からんけど、うん、なんか好きなんちゃいます前コンスタンティノープでしたっけ、うん、コンスタンティノープもトルコですよね。そうですね、うんうん、リスペクトしてるんちゃいます。リスペクトしてるのか。それに関してはもうちょっとデブコンに呼ばれたら聞いてみましょう。ナンバーとかでもいいのね。もうね、梅田とか梅田、いやいや大阪今日は誰もわからん。誰もわからんってベタベタやな。中川家みたいになってくる。でもそういうことでしょ、イスタンブール。ほんまやほんまや、でかい歴史的な名前やから誰でも知ってる。梅田って天満橋とか。いらんわいらんわいらんわ、ね、すいません天満橋の人で。そういう意味ちゃいますよ。急におかしいやん、仮想通貨の世界で大阪の名前ばっかりつけられてるから。というわけでね、はい、注目に値するアルトコインとしてちょっとメジャーですけれど、メジャーどころですけど、イーサリアムを取り上げましたというです、ね、はい、うん、はい、というわけでですね、うんうん、ちょっと間が空いて更新の幅が空いてしまったんですけどね、また今週から引き続き毎週ですね、週刊仮想通貨ニュースもお届けしていこうと思いますので、はい、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。メルマガとラインアットも登録お願いいたします。いいねボタン、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。皆さんから高評価いただけると、この動画がどんどん拡散して神の TV が大きくなっていきますので、はい、そうですね、そうなっていくと、もしかして本当にね、神の TV がイーサリアムとか、うん、その呼ばれるかもしれない、関連団体と呼ばれ呼ばれるイベントで登壇し、ほんまやで、喋るかもしれない、ほんまやで、そんな未来はですね、皆さんのいいねから始めるかもしれない、あ、ほんまやで、ご協力いただければと思います。お願いします、ぜひぜひ。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。